吉田さん、チャンネル解除が起きてしまいました寂した寂いなでもそれ以上のチャンネル登録がありました嬉しいな実はコメントが入っていたんですよあの期待していた動画じゃないんでチャンネル登録解除しますっていうコメントがねうんこの方にとっては期待してなかったんでしょうねでもその他の方はおいいな次も見たいなチャンネル登録こっちどっちを見るかですよね 確かにコメントでそんなこと書かれたら見たくないよみたいなの書かれたら、あ、動画の作り方ちょっと変えようかなみたいに思うんですよ。テーマを選定を変えようかなとか思うんですけども、そのテーマで良しとした人の方が多いわけですから、やっぱり私としては多い方を取るかなってことですよね。もちろん、少ないチャンネル解除の人が、個人的にすごいつながりがあったらちょっとね、さすがにあ、それはないなと思いますけどもあの、その人の意向に沿うようにやろうかなと思いますけども、でも知らない人が一番最初にね、書いたコメントが、 なんかそんな話題だったらなんかもう見てられませんみたいなだったらねちょっとなぁと思いますよねだからどっちを見るかですよねやっぱりね。言ってらっしゃい。